本人が面白いからカントリー番組持てるのかっていう江頭2時50分さんとか不可能じゃないですか面白いですけどああでもその人の支持層がはっきり見えれば持てるんじゃないですか、ね、アイドルの子とかが番組意外と持てんのってこの子が番組持ったらこれだけの支持集められるなって感じになってますねそっかスポンサーがつきやすいかどうかだ青春ハイドルだと視聴率そんななかったとしてもいいイメージになるから所さんってスキャンダルもないし人を悪く言わないですもんねそれでも残ってくるって大変ですよね人悪く言うのはむちゃくちゃラクなんでね 江吉博之さんも昔悪口言ってましたけど最近全然聞かないですよね自分のが立場が上になったらもう悪口じゃなくていじめになっちゃうから, <laughs> からっていうのは調整してるんじゃないですかね <laughs>、まあそっか北尾武さんも一応刑法犯ですからねいやそうですもう無茶苦茶な声になってますからね <laughs> <laughs> あ、じゃあトンネルズが今番組戻ってやったらすげえうまくいくのかなああじゃないですか昔も今も意外と若い子の感性が変わってない部分多いと思うんで、はい、確か石橋さんの YouTube 回ってますもんね <laughs>